やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。お疲れ様でした、TGS。2日間。がっつり TGS にいましたね。朝から夕方までずーっといたってわけ。いやー、いい経験になりましたね。しょっぱなの、人生初めてのコスプレが、スケーニさんのヒュンケルだってことは、なかなかないことだからね。いい経験をさせていただきました。なんか、いろんなコスプレができたらなと思ってます。白髪がいけんだなと思った。自分で。いけんのかなみたいな心配したけど、継ぎ目にもちゃんとなったし、白髪もいけんだなっていう。まあでもね、やっぱり元を良くしないとコスプレあれだね。もっとここをこうしたいなとか、初めてのコスプレだったからね、俺表情が硬かったんだよ。んってなっちゃうんだよ。んってそれ直したいってわけ。霜降りのせいやがヒュンケルの剣がいろんなところにガンガン当たったって言ってしょうがねえだろ。すいません、ごめんなさい。バカでいけんなもんだって。まあなんか、今回、コスプレして思ったのは、ヒュンケルっていうキャラが、めちゃめちゃ人気なキャラクターで、マームっていうキャラクターと、ヒュンケルで、その、女の子のコスプレイヤーと二人で出させてもらったんだけど、カップリングって言えばいいの？ちょっとわかんないんだけど、ヒュンケルとマームでヒュンマって呼ばれてるらしくて、すごいね、言ってもらえたよ。なんかツイッターとかでもヒュンマで調べるとさ、はぁみたいになってるわけ。ヒュンマな、公式さんマジですかみたいになってんの。もうチケットその人って頑張っていきますみたいな。ヒュンマやるんだったら行きますよみたいな。熱量なんだよ。実際に、その、ファンの方々が来てくれて、まあ俺のファンもたくさん来てくれたんだけど、当たり前だけどその、大の大冒険のファンもたくさん来てくれるわけ。で、熱量がマジですごくて、来るじゃん。もう目合わせられないっぽいんだよね。俺の目を見てくんないので、写真もババババって撮って、ほぼもう泣き顔で生きててよかったですって言ってさささってどっか行くの。なんかね、俺グッときちゃって、生きててよかったですだよ。なんかテンションがさ、生きててよかったですじゃないの、あ、生きててよかったです、ありがとうございますのほらの。なんかや、頑張って筋トレしてよかったなと思った。愛されてるキャラというか、愛されてるカップリングらしいね。でも俺さ、コスプレ気合い入れすぎて、マジ気合、俺超気合入ってたの。むくみを抜くために前日の朝ぐらいからほぼ何も食べないでいたのよ。で俺コスプレ終わった後、ツイッチブース行こうと思って、1日目向かってるところで、一般の人たちがいるところでぶっ倒れちゃった、マジで歩けなかったの。だからガレリアブースに駆け込んで、角谷さんがさ、弁当スタミナのためにくださいって言ってくれて、弁当持ってきてもらってマジ危なかった。いや、むくんじゃいけないと思ってた。なんかさ、コスプレってここ命なイメージあんじゃん。いや、むくめねえなと思って気合入れすぎて、弁当を食べればよかったんだけど、弁当10割あったとしたら 0.5 割食べたところで、出番になって行かないといけなくなったので、帰ってきて食べたらいいかと思ったんだけど、なんか今、その食中毒とかが、その、あるから、置いてある弁当とかすぐ撤去されちゃうんだって。で、弁当も人数分しかないから、もう俺の食べるもんなくて。ご飯買ってくるってなってもさ、もう、東京ゲームショーですよ。幕張メッセですよ。もうどこのコンビニでも大混雑ですよ。もう物なんてないわけですよ。もう俺が食べるもんが本当になくなったんだよね。もう限界が来て。ぶった俺だ。これな。よい、これ、これですね。俺がぶっ倒れた時に食ってる、ただ食ってるだけの写真。なんでこんな撮ってんだよ。ここにある弁当全部食ったから。これもこれも、あともう一個奥にあるんだけど。1、2、3個。いや、ダメだったんだ、マジで。カロリーつっちゃって。危なかった、本当に。ね、マジで、でも、むくみは取れてたね。でも、むくみは取れてた。完璧だった。やったか、やった。頑張った。1日目も2日目も何回も出させてもらって、でやっぱえなこが人気だからさ、あのえなこが出る2日目のそのメインブースに立たせてもらった時さ、カメコさんっていう人たちに撮ってもらったわけよ、写真を。でやっぱね、カメコさんが撮ってくれた写真ってクオリティ高えんだよな、マジで。
びっくりしちゃって、俺がツイッターとかに上げてるやつとかって、カメコさんが撮ってくれたやつなんだけど、メイク室でも話してたのがあって、俺って彫りがすごい結構深いのよ、ここ。彫りが。だから、前髪が傘になっちゃって、すごいここがパンダみたいに真っ黒なのね。だからどうしようねって話をしてたんだけど、これが、全く黒くなくない？カメコさん偉大だわと思って。で、1日目のメイクと2日目のメイクが違うんだよね。1日目が、めっちゃ黒くしたんだけど、彫りもあって、まあ、それこそ真っ黒になっちゃって、目元が。2日目の目元のメイクが、多分3分の1ぐらい。1日目の。ほら、全然違うでしょ。これ2日目。メイクそんないらんなあったにあって。ほら。次にコツしての何やりたいとかあるんですか？今たくさん進めてるよ。クラウドとか。ティーだとか。またなんかやるんじゃない？イベント。いや、俺次第だよ。俺がコスプレ頑張って、コスプレがお仕事になったら、君たちは、それ見れる。俺のコスプレを。俺次第。まあ、TGS で落ち着いたんで、またゲームをしていこうかなと思ってます。いや、格ゲーがでも熱いよねって思うんだけど、いや、俺、バロも格ゲー持ってできないんだよね。多分。俺は俺が分かってるから。いやー、できる気がしない。俺、バロ毎日ほぼやって、ほぼ毎日やってんの、最近。で、バロをやってて思う。俺なんか他のゲームこれ一緒にやったらもうバロも中途半端になって、だから今の時点でも中途半端に終わるなと思って。格ゲーやったことほぼないね。前格ゲーやってみようの回やったけど難しくやめちゃった。でも今モダンがあるからね。いやー、格ゲーはちょっとなんかイベントに呼んでいただいたらやってみたいな。初心者枠として。明確な目標がある時にカロリー全部っぱしてやってみたい。じゃないと、多分できない、俺。格ゲーは。だって、座学ゲーでしょ？格ゲーって座学じゃない？あれって。まあ、すべてにおいてそうなんだけど、なんか座学ゲーのイメージなんだけど。座学が今俺、バロラントで、もう手いっぱい。バロラントはなんか知んないけど、今ハマってんだよな。今ハマってる。おっせえの。なんか、マジ今ハマってる。配信外とかでも動画を見てる、俺。なんで今なんだろう。ちょっとなんか一ブーム終わってんだよな、バロラント。格ゲーは一緒に高め合える人がいるといいね。あー、まあ、あるかも。まあ、リオンが最近始めてたしね。リオンもなんかイベントあるんじゃないの？イベントありそうだね。やりきった。TGS やりきりました、俺は。ゲームしよう。バロしよう。